こんにちは、体操の先生です。今日はね、足立美術館にやってきました。もちろんね、絵画とかの作品は撮影できないんですけれども、このね、庭園がめちゃくちゃかっこよくてめちゃくちゃ綺麗ですね。この庭園ね、2003年から16年連続ランキングナンバーワンらしいです。これね、ずっと見てられます。ただね、めっちゃ暑いっす今日。ここでデスクワークしたらはかどるやろな、きっと。これはですね、あそこの窓枠からの景色が、絵画のようになるっていう感じですかね。ちょうどね、滝が流れてるのが見えてね、めちゃくちゃいい感じですね。はい、16年連続日本一になった庭園はいかがだったでしょうか。やっぱめちゃくちゃ綺麗ですよね。またね、機会があったら足を運んでみたいなと思います。